コンスタンチン・ベンケンドルフ、ジョージ・ダウガ・コンスタンチン・フリストフォロビチ・ベンケンドルフ、男爵、または、コンスタンティン・ホン・ベンケンドルフは、ロシアの軍人、外交官。兄に、アレクサンドル・ベンケンドルフ、伯爵、妹に、ロンドン、パリの社交界に君臨して、政治的影響力を振るったダリアリーベン、公爵夫人がいる。バルトドイツ人貴族の息子として、レバルに生まれた。 外交官としての道を歩んだが、その後ロシア軍に従軍してナポレオン戦争を戦い、カッセル、フルダ、ハーナウ、ランス、ソワソンの占領に参加した。戦後、ベンケンドルフは再び外交官に戻った。1820年、ベンケンドルフはバーデン大公国及びザイビュルテンベルク王国全権講使に任せられた。1826年に、 ロシアペルシア戦争が始まると、ベンケンドルフは、ロシアに帰国して、再び従軍し、エチミア人を占領し、エレバン郊外でクルド人を打ち破った。ベンケンドルフはさらに、アラス川を渡って、ペルシア騎兵隊に勝利した。ベンケンドルフは1828年に、ロト戦争が始まって間もなく、ロシア軍を襲った。 伝染病にかかって亡くなった。ありがとうございます。